皆さん、こんにちは。佐藤大介です。佐藤のラジオ第148回よろしくお願いします。はい。今日は、えっ、ー、と、グランパスの、まあ、新加入だったり、噂の話、まあ、編成の話について少し話をしてみたいと思います。で、今日はもう12月30日なんですけれども、 えとなかなかやっぱり年末は少し忙しい,忙しい仕事で忙しいわけじゃないんですけれどもまあいろいろお付き合いとかがあったりしてなかなか更新が思うようにできておりませんでなかなか情報の鮮度というのはもう発表があってからかなり経ったものも多かったりしているのでまああのー、まとめ的な形だったりまあ私の覚えのためっていうようなところもあるんですけれども。 あとあの、振り返りですね。2019シーズンの振り返りも、本当は年内に全て終わらせたかったんですけれども、まだまだ14試合までのところ、あ、17節か。17節のところまでしかできていないので、それもまあ、新体制発表までには、あの、終わらせないと、もう来季に顔、あの、気持ちが向いちゃいますからね、あの、したいなとは思っております。 それで新加入の話ということでまずは、えー、と稲垣翔選手、これ噂にありましたけれども公式で発表がありましたね稲垣翔選手、新加入が決定したと加入が発表されましたで新加入の話はやっぱりどんな選手が来ても非常にワクワクしますね。特にもう最近グランパス 放出の話が多かったので、まああのー、シーズンオフだけではなくて、2019シーズン夏とかも含めて、かなり出ていく選手が多かったので、うん、久々に <laughs> あの新加入の公式発表ということで、あのー、待望のというようなところですね。で、稲垣翔選手、サンフレッチェや広島、今シーズンレギュラーで活躍していたボランチの 選手ですね運動量が多くてボールダッシュ能力に長けた選手でかつ得点力もあるという本当に素晴らしい選手ですね,ね年齢は誕生日を迎えて28歳なんですかね12月,12月30日時点で,で身長1 7 5ンチと。 で得点能力の話でいうと今シーズンはリーグ戦24試合に出場して4得点を挙げているボランチで出場しながらリーグ戦で4得点というのはあのー、素晴らしい数字なのかなと思いますまた、あのー、いろいろ数字とか見ていると警告の数が1つしかない。 っていうこ,とでこのポジションで、ね、ガツガツやる選手にしては本当に、あのー、守備が上手いっていうことなんでしょうね。あのー、ファウルすることなく特にイエローカードが絡むようなファールをすることなくボールダッシュをしてしまうということで非常に能力の高い選手だなとは思いますしあとチーム側からしてもやっぱり累積が警告が。 少ないっていうのは非常に使いやすい、あの計算の立ちやすい選手っていう風に言えますよね。やっぱりイエローカード多くなってきちゃうと、リーグの終盤なので、累積警告で出場停止とかがあったりすると、ん使ったり使わなかったりとか、いろいろ、その、なんて言うんですかね、あの能力以外、怪我とか能力以外の部分で編成、うーんと どう組むかなっていうところ出場を考えなきゃいけなかったりすると思うんですけれども警告が少なかったりするとあまりそういうことを考えなくていいと思うのでこれもまたかなりあのチームとしては評価が高いポイントなんじゃないかなと思いますでそんな選手が取れたっていうのは非常に大きいと思いますでやっぱりグランパスの現在の編成を考えてもボランチっていうのはもう間違いなく大きな補強ポイントの一つ。 だったと思うのでそこにねレギュラークラスの稲垣選手が加入したっていうことは本当に大きいと思います。で現状グランパスは、まあ、米本選手を軸に、まあ、ネット選手清水選手の組み合わせで、あのー、やりくりをしているっていう感じだったと思うんですけれどもそのやっぱり累積があったりとか怪我があったりとかまあ90分持たなかったりとかいろいろあるのでちょっと 苦しいいなっていうところはありました。この3人で、ね、長いシーズン回せるのかなっていうところはあったと思うのでそこにしっかり稲垣さんここ正直稲垣選手が軸になってもおかしくないようなレベルの選手だと思うのであの大きな加入だと思いますし単純に。 何でしょう3が4になるとかそういう話ではなくてボランチの組み合わせの幅が広がると思うので稲垣選手米本選手稲垣選手清水選手とか稲垣選手ネット選手とかいうふうに組み合わせの幅が広がると思いますし。 で、フィッカデンティ監督、3ボランチもまだまだ多分考えていると思うのでそうなった時にやっぱりあのインサイドハーフ誰にしてとか守備力の高い選手をここに置いてとかかなりあの考え戦術の幅が広がると思うので本当にこの加入は大きいと思います。やっぱり、 センターラインの選手っていうのはやっぱりそこがしっかりしてないと長いシーズン安定したあの成績を収めるっていうことは難しいで強いチームは必ずセンターラインはしっかりしているゴールキーパーがいてセンターバックがいてボランチがいてあのセンターフォワードがいてみたいな形であの必ずそこがしっかりしてないと強いチームにはなっていけないと思うのでこの正式加入っていうのは本当に心強いですね来シーズン期待したいと思います。 でここからは、まわ、あの話ですね。で、1つ目は、川崎フロンターレ、阿部寛之選手の獲得の噂が出てますね。で、しかもこれ、昨日おとついぐらいから少しずつ出始めて、あの中日スポーツだったり、日刊スポーツが報道してるんですけれども、あの、驚きましたね。 驚きました。でまあ中日スポーツの発表を受けて日韓も載せてるのかもしれないですけどもその獲得濃厚っていう報じ方をしてますでまあ公式出るまでわからないので何とも言えないんですけれども驚きましたねあのフロンターレのバリバリの主力ですから。 でグランパスも、ね、何度も何度もやられたイメージがありますしもう得点もアシストもできてドリブルもパスもできるみたいなあのか,らかなりオールラウンダーの攻撃的なミッドフィールダーの選手だと思います。で今シーズンも川崎でリーグ戦7得点を挙げているということでやっぱり得点能力も申し分ない。 っていうことですねで阿部選手まあ、今でこそフロンターレの主力でフロンターレのあのイメージも板についてきましたけどもともとガンバでねあのかなり活躍をしていてでガンバからフロンターレへ移籍した時もすごい驚いたいあの記憶があります阿部選手あの奈良とかかなあの 関西出身の選手で、ガンバともかなり水があってやってるのかなと思ってましたし、あの、ガンバでね、あの、3冠リーグ取って、ナビスコ取って、天皇杯取ってっていうのを達成したりとして、してかなりもうガンバで、あのー、 何不自由なくと言ったらあれですけどあのー、活躍していたので移籍のイメージはちょっとなかったん、ね、でもそれでもフロンターレに移籍をしてでフロンターレではリーグ戦2連覇を達成したりということで、ね、本当にあのー、強いチームでずっと活躍してタイトルも取っているというような選手。 ですねでもう正直あのフロン今のフロンターレからグランパスに来るメリットは何なんだろうっていうグランパスのファンながら思ってしまうフロンターレと比べてグランパスが優れているところは何なんだろうなと思ったりもする、まあ、ひょっとしたら金銭面とかそういうことはあるかもしれないですけれどもなかなかそれだけでね、あのー、サッカー選手動くっていうことは考えにくいかなと思っていてそのやっぱりそのチームでサッカーをするっていうことは大きな決断だと思うので。 何なんだろうなってちょっと考えてみるとやっぱりひょっとしたら、まあ、そのチームを強くしていったり強くチームが勝てるようになっていく過程が。 あのー、楽しみたいというかねそういうところにやりがいを感じたり見いだしたりする選手なのかなとも思います、まあ、そういう意味で言うとグランパスはまだまだ、あのー、上を目指せるというかね今シーズンも13位でしたしどんどん上を目指して乗らないと困るチームなのでそういう意味でやりがいという意味では強くしていく順位を上げていくやりがいという意味ではフロンターレなんかよりもよっぽどあると思うのでねあのー そういうところをあの一気に感じてくれたりまああとはその例えばフロントのビジョンだったりとかそういうとこ強化部がしっかり説明をして共感してくれたのかもしれないですしねもう単純なチーム力でいうと、まあ、なかなかあの認めたくはないですけど圧倒的にフロントあレの方が強いと思うのでねでそこからリスクを負ってあのグランパスに来るっていう決断をもしてくれるのであれば本当にグランパスとしては ありがたいでやっぱり安倍選手はその強いチームでつ勝ってきた選手タイトルを取ってきた選手っていうことなのでグランパスにそこ全然足りてない部分だと思うのでね、まあ、安倍選手外から見てるとあんまり雄弁にねなんか語ってっていうよりはあのー、プレーでっていうような選手だとは思うんですけどとはいえやっぱりそういう選手がチームに入ることによってそのタイトルへのこだわりだったりね勝利へのこだわり そういう雰囲気っていうのをチームにもたらしてほしいなっていうところですよねそうやってタイトルを取っていくんだタイトルを取ってきた選手はこういう振る舞いをしてるんだっていうところをあの伝えてほしいなっていうふうには思いますでまあ編成で言うと阿部選手基本的にはサイドハーフ右も左もできるサイドハーフだと思いますし多分トップ下とかツートップの場合にはトップあのツートップの 相方にもなれるような選手かなとは思います。例えば上選手とコンビを組んでっていうことはできると思います。あのなのでかなり攻撃的な戦術の幅も広がるのかなと思います。でまあ戦術もかなり 阿部、ね、選手1人入るだけでかなり熱くなってそこも競争が生まれると思うのでもうグランパスにとってはもうメリットしかない選手ただフロンターレとしてもおそらく遺留するんじゃないのかなと思うので、ね、そこがどうなるのか、まあ、公式発表を待ちたいなというふうに思いますで続いても獲得の噂です。 えーと山崎良吾選手湘南ベルマーレの選手ですねをグランパス獲得の意向と報じられています。で先ほど話した阿部選手に比べるとこちらはトーンが少し控えめ1段階落ちるのかなあの阿部選手に関しては、まあ、あくまで報道レベルですけども獲得濃厚と出てるのに対して山崎選手に関しては獲得の意向ということなのでまあうん おそらくオファーは出してるのかなとただ山崎選手がまだグランパスに気持ちが動いているのかあの湘南になのかまあはたまた違うチームなのかっていうところはまだ出てないのかなということでこういう報じられ方なのかなっていう,ふうに思います。でまあ、山崎選手 湘南のレギュラーセンターフォワードの選手ですね身長1 8 7センチサイズも十分ということででまあ、湘南としても,もう手放せない選手かなと思いますしあのー、今かなりあの交渉が進んでるんじゃないのかなと思いますあの遺留もそうですしグランパス側のアプローチもそうですしっていうところで、あのー、ね かなり今引っ張り合いというかしているところなのかなというふうに思いますけれどもでグランパスからするとまあ山崎選手センターフォワードまさにここも補強ポイントの1つだと思いますあの現在グランパスセンターフォワードタイプ城選手しかいませんでまあジョー選手の動向もまだ確定はしてないですけれども現状上選手が残ると仮定すると城選手しかいないと そうすると、やっぱりどうしてもジョー選手に負担がかかりすぎて、で、かつ、その、チームマネジメントっていうことを考えたときに、戦術的にも一人の選手に依存しすぎるのは、リスクが大きすぎる。ジョー選手が出れなくなると、ガラッと変わってしまう。で、得点力が下がったり、やること迷ってしまうっていうふうになってしまうと、 やっぱりかなり問題がある。で、もちろん、ジョー選手がいなくてもっていうことは準備はしてたような気はするんですけれども、とはいえ、やっぱり特に今シーズンですよね、グランパス、ジョー選手、怪我があったり、その後、コンディションが上がらなかったりして、それとともにチームの成績も下降線をたどってしまったと、やっぱり今のチームに、ジョー選手っていう存在感があまりにも大きくなっている。 だからそこを少しやっぱり緩和していかないとだめ、ジョー選手を外すっていうことではなくてやっぱり別の方法でジョー選手も生かしつつもっとチームとして戦える体制を作っていかなきゃいけないっていうふうに考えると山崎選手みたいな選手の獲得っていうのは非常に大きいと思っていてでそれは何もそのジョー選手の控えっていう考え方ではないと思ってます。そんなあの 状況ではなくてあのー、要は城選手と山崎選手同時にピッチに立つことも十分可能だと思いますし山崎選手がむしろポストプレーの役をこなしてくれればジョー選手はもっとゴール前での得点に集中することができるかもしれないですしやっぱりジョー選手得点能力かなり高いのでやっぱりその得点能力を使わない手はないと思うんですけれどもなかなか城選手あのー 結構下に降りてきたりとか左右に流れたりとかでいろいろ攻撃の作りの部分にも参加しなきゃっていうそこが多分ジョー選手の責任感だったりするかもしれないんですけどその中にいてほしい時にジョー選手がいないみたいな状況が生まれてしまっていることも多かったように思えるのでやっぱりジョー選手がゴール前で集中できるような環境を作るためにも。 やっぱり、あのーね、あの大きい選手、前2人並べるとどうなんだっていう意見はあるかもしれないですけれども、あのー、山崎選手がポストプレーをこなしてジョー選手がセカンドプトップのプレイヤーみたいな感じでもいいと思うんですね。ジョー選手は多分それがでできると思うので、あのあ、ー でそうなってくると相手にあのかけるプレッシャーも大きいと思うので相手のチームからするとねどっちにあのマークしていいんだろうっていう話になると思います城選手は絶対に外せないですしただそうなると山崎選手が山崎選手が手薄になってしまったりとかいうこともあり得ると思うしまあもちろん常に同時に立つということではないと思い思うのでまぁ、あ、城選手が少しコンディション落ちてきた時はあの山崎選手が出てとか城選手がバリバリ あのー、コンディションいい時はあは、のー、山崎選手がベンチに控えてっていうこともありうると思うんですけれどもかなりやっぱりそうやってチームとして回していかないといけないローテーションできるんだったらその方がいいと思いますし1年間あのいい状態で選手が使えるようにっていうことを考えていかないといけないと思うそう考えたときにやっぱり城選手ね34試合リーグ戦だけでフル稼働させるっていうのは現状ちょっと無理があると思うので、あのー、ポスト プレーだったりセンターフォワードのポジションというのは必ず必要だと思うので山崎選手はもうグランパス今のグランパスにドンピシャの選手だと思うのでぜひ獲得してほしいなというふうに思いますただまあこればっかりはね山崎選手がどういう決断をするかということだと思うので公式発表を待ちたいなというふうに思いますで 今日はちょっとあのー、グランパス来季獲得の話について話してきていてあのー、稲垣選手は確定とで阿部選手、山崎選手に声をかけているという状況で,であのー、来季のグランパスの編成のことを考えるときに、あのーまあ、今、センター あのフォワードの山崎選手に声をかけている、サイドハーフの阿部選手に声をかけている、ボランチの選手は獲得できたということを考えると、やっぱりセンターフォワードはやっぱり取らなきゃいけないと思いますし、まあセ、サイドハーフもちろんそうですけど、あとやっぱりセンターバック、サイドバックの選手もディフェンスラインですね、足りてないと思います、あの補強ポイントなんじゃないかなと思います、ゴールキーパーは大丈夫だと思います。あの 次の動画で話すかなあのとは思うんですけどランゲラック選手も武田選手も契約更新してということなのでゴールキーパーは大丈夫、あのー、強みだと思うんですけれどもその他のポジションで言うと各ポジションにも足りていないというような状況ですかねグランパス2019シーズンの夏に多くの選手を放出しましたでシーズン終了後も複数の選手を放出しました でまあ、2019の夏に放出した選手に関して言えば期限付きの移籍が期限付き遺跡が多かったのでグランパスに復帰する選手もいるかもしれないですけれどもおそらく全員が全員戻ってくるっていうことにはならなくてで現にあの新井選手だったりあのビキ選手っていうのはもうあの完全移籍で出ていった出ていってしまったっていうこと。 ですね。そう考えると、もう単純に人数が足りていないっていうところもありますし、人員不足っていうのは深刻なのかなという感じです。で、レギュラークラスの選手11人とか12人12。3人はまあ,あの揃ってる。 とは思うんですけれどやっぱり全体的に見ると選手層は薄いなのであの選手が1人2人抜ける例えば出場停止と怪我が重なったりして、まあ、1人抜けてもなんですけどなんかもうすぐにレギュラークラスの選手がいなくなっちゃうとなんか緊急事態だとかポジションいじらなきゃいけないとかそんな風になってしまうのでそれじゃやっぱりリーグは戦えない。 レギュラークラス一人一人に負担がかかりすぎてますしもうそれだと単純に競争も生まれないですしあのどんどん選手が疲弊していってしまうでまた戦術の幅も狭いいつも同じような選手で同じようなサッカーをしてるっていう風だとやっぱり簡単に対策をされてしまうで選手交代で幅を出すとかそういうことベンチの層も厚くしとかなきゃいけないですしそのベンチのチョイスの幅も狭かったら状況に各状況にねなかなか 対応できないのでやっぱりまだまだ正直グランパスどんどん選手補強しなきゃいけない状況あの各ポジションにレギュラークラスをそれぞれ1人ずつぐらいは取ってほしいなと思いますそうしないと、うん、やっぱりちょっと選手層が心もとないなと思ってしまう。 っていうところではありますねで、まあおそらくチームはもう1あの年末年始のお休みには入ったと思うのであの新体制だったりあの加入の発表っていうのは、えー、と年明けてからにはなると思うんですけれどもねそこであのまだまだあの獲得の発表があることを期待したいと思います。 で今回はグランパスの、えー、と新加入の選手の噂とか公式の話にしてきましたけれどもあの前も少し話したかもしれないですけれどもやっぱり J リーグ年々リーグ内での移籍も盛んになってきていて今シーズンもその通りになっています。 いると、もうかなり現時点でも移籍、あのー、情報噂流れてますね主力クラスの遺跡もう本当に多い大物の遺跡っていうのも本当に多くて正直全然全ては終えていない状況でグランパス関連の話をするのがやっとなんですけれどもで驚いたことまあ驚く遺跡っていうのはかなりあるんですけれども昨日の話で鳥栖のクエンカ選手が ベガルタ仙台へ移籍っていうのも驚きました。全く噂あったのかもしれないですけど私は知らなかったですしクエンカ選手トスでかなり活躍していたように思えるのでそれがまさか同一リーグでましてや、まあ、失礼な言い方になっちゃうかもしれないですけど予算規模が必ずしも大きくないあの仙台が。 クエンカ選手獲得、その助っ人外国人を引き抜くっていうのはかなり大きな話だと思うのでそれがトスから仙台、えー、クエンカ選手の移籍っていうのはかなりインパクトがあったように思います。で、これやっぱり仙台のフロントかなり優秀なんでしょうね、あのなんだかんだで仙台もずっと J1 キープしてますし、その要は費用対効果、予算規模で考えると、かなりそれはすごいのかなと思いますし。 で例えばね、あのシュミット・ダニエル選手、ゴールキーパーが移籍した時に、もう海外からね、スオービック選手獲得して、大活躍してますし、で今シーズン終了後で言うと、赤崎選手を獲得したりとそのかなり、その自チームの分析もしっかりできていて、他チームの調査もかなり細やかにやってるのかなっていうような印象を受けます。やっぱり クエンカ選手の獲得とかもそうですけどやっぱり取れるわけないよなとか思ってたらそういう話になってないわけでやっぱりそういう取れる取れないという偏見を持たずにしっかり調査をしてアプローチをしてこういうチームでこういう風に活躍してほしいんだとかそういう多分プレゼンテーションとかもしっかりできてそれが相手の選手だったり仲介人だったりに伝わって契約っていうことになっていくと思うのでそこは多分お金って だけではもちろん全然ないと思うんですねなのでこうやってその補強ポイントにマッチした思いもよらぬ選手の獲得っていうのができているのかなというふうに思います。で、グランパスも割と思わぬところからすごいいい選手をね獲得してきていると思うのでね、あのー、私はグランパスのフロントの能力っていうのは決して低くないむしろあのー、すごく頑張ってると思います。あのー 稲垣選手の獲得もそうですしあの上位のチームからレギュラークラスを引き抜くっていうのは簡単じゃないと思うので今、ね、で、今噂に出ている阿部選手だったり山崎選手っていうのもグランパスにぴったりの選手だと思うので、あのー、なんとか、ね、獲得までこぎつけてほしいと思いますし新体制発表の時までさらなるサプライズがあることを期待したいなと思って楽しみに待ちたいなという,ふうに思います。 はい今回は名古屋グランパス2019シーズン終了後の移籍動向獲得の、えー、と確定情報と噂について話をしてきましたでまだまだあの来シーズン新体制発表に向けてねあのー、新たな噂だったり公式発表というのは来ると思うので随時あの更新していければなというふうに思っています はい、そんなところで佐藤のラジオ第148回今回はこの辺りで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします